今鳥海山を登り始めています。秋田方面向かって進みます。正面に見えてるのが鳥海山。鳥海山を越えてから秋田に入っていった、もう要するに修験の修行の道を通っていったんだなっていうのは土地勘とか地理を見るとすごく、ね、感じられます。鳥海山というのは山形から秋田にまたがってそびえている2000メーター超えの昔からの修験道の山として知られています。神仏習合の信仰のずっとあった山で、遡ると大和武尊のお父さんの天皇である景行天皇まで遡れるみたいで、その景行天皇の廟に鎮座したというふうに言われている山ですね。もともと活火山で、山頂に行くと深山っていうねところが山頂らしいんですけど、溶岩でできた山頂を見ることができます。火山でおそらく山頂付近が吹き飛んで、その先っぽが山頂になってるっていう感じ。昔の古代の日本人っていうのは自然現象、火山とかをはじめとした自然現象を神として恐れ尊んで神としてきたっていう神道ならではの信仰があって、この鳥海山も日本の神道ならではの祭り方として山の溶岩活火山自体を神と崇めたという信仰の名残になっています。修験信仰が盛んになってからは全国を渡り歩く修験者の修行で行脚される方々の霊場になった。山形と新潟の県境にある出羽三山と湯殿山とか月山とかも修験者のメッカになっていて、そこと尾根伝いにつながっている。どちらも霊山です。これからクスノキ正勝結僧能生禅師が開いたお寺をさらに巡ってお参りをするために今進んでいるんですけど、その途中ちょうど鳥海山を通るんで、せっかくだから7合目まで車で行こうということになりました。7合目あたりにこの山の山頂にいらっしゃる御神体、まあ、つまり溶岩のその火山口っていうんですかね、その御神体を遥拝するための神社もあったり、お参りができたらいいかな。楠木正勝は新潟の幸雲寺さんからさらに奥に進んで、山形県の鶴岡庄内っていうところですね、そこを通過し月山湯殿山を越え、この鳥海山も越えて現在の秋田県の由利本荘っていう市があるんですけど、そこに入られて今から行く光顕寺というお寺をまた建てられたというふうに伝わっております。さっき行ってきた鶴岡庄内のお寺で先祖おじさんっていうお寺があるんですけど、地元の藩主で武藤さんっていうね藩主がいて、その方の菩提寺になってるっていう立派な、まあ、お寺だったんですけど、そこに行ったら偶然ね副住職さんいらっしゃってて声をかけられて、アポも取ってなかったんだけど、詳しくご本堂の中とかをご案内いただいて学ばせていただきました。本当にね親切な副住職様で、こんなね記念の菊水のお湯飲みを記念の品としていただきました。お寺の名前も刻まれています。本当にこう行く先々で全然アポを全く取っていないのに次々ミラクルが起こっていくっていうのは本当に毎回不思議です。昨日は突然虹が出ました。その前の日も虹が出ましたっていう
自然現象も起こりますし、次からいろんなたくさんの人々とのご縁もつながっていって、本当に実りのある今回も賢秀の旅となりました。鳥海山を越えて一路秋田県へ向かいます。この荒々しい雲の感じがこの山のパワーを表しているように感じます。こちらが鳥海山の山頂を遥拝するための御社殿です。山頂は深山って言われるその溶岩の火口、火山口の先っぽが山頂になっていて、そこまで上がろうと思うとすごい登山になっちゃうので、普通の人はなかなか上がれないから、こちらの方から山頂に向かって遥拝をするという形になっているみたいです。私も今回こちらの方から遥拝したいと思います。山っていうのはね、経験な思いで登らなきゃいけないところで、山自体は神様ですから、まずは神様にこれから登らせていただきますっていうことを神社でご挨拶して、神様にご挨拶をしてから山に登らせていただくというのが、まあ、マナーかな。富士山とかでもね、必ず皆さん登られる前は神社にご参拝されますよね。まあ、そんな感じで私もこちらの鳥海山のご神体様にご挨拶させていただいて、今から7合目に向かって行きたいと思います。ちょうど雲が晴れてきて本当にお天気に恵まれましたね。めっちゃ綺麗。感動してます。すごい渓谷が、すごい。はい、鳥海山のすぐ麓にある宝剣寺さんに来ました。秋田県由利本荘市です。ここもまた楠木正勝公が建てられたお寺とのことでやってまいりました。菊水門が見えます。こちらの屋根の上にも菊水門が掲げられていて、こちらが楠木氏ゆかりのお寺ということがわかります。こちらが秋田県由利本荘市にある宝剣寺です。鳥海山のすぐ麓くらいにあります。おそらくは、修験の道を通って山形からこの秋田まで入ってこられたんじゃないかなって思います。お参りしてきます。